どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、カタール航空のマイレージプログラムにですね、新規登録するとですね、5000マイルがもらえるキャンペーンっていうのが今ね来ておりますので、こちらの解説ですね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、こちらの話はですね、私の動画のコミュニティ欄というところでですね発信させていただきまして、こういった話はですねコミュニティ欄でね結構発信しておりますんで、私の動画ね見られている方はですね、速報とかもですねそちらに先にね載せた後に動画みたいな感じでねすることもありますので、ぜひねチェックしていただければなというふうに思うんですけども、でですね今回ねこちらの話コミュニティ欄でね発信させていただいたんですけども、動画ね、作ってくださいってリクエストがありましたので今回ね作成させていただきました。この話はですね、もともとなぜ動画にしないかっていう話なんですけども、こちらね5000マイルもらえるんですけども、5000マイルでね特典航空券を発券することもできませんし、またですねこちらの5000マイルっていうのはアコーホテルズっていうねホテルプログラムにポイント交換ねすることができるんですけども、この交換した先でもですね、この5000マイルだけだとですねアコーホテルでも利用することができないんですよね。ですので、今回ね動画を作るのね見送ろうかなというふうに思ってたんですけども、実際ねやり方わからないよっていう方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、利用されたい方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということでまずですね、今回のキャンペーンはカタール航空ということで、皆さんねカタール航空って知ってますかね。名前はね聞いたことあると思うんですけども、カタール自体はですねアラブ首長国連邦のちょっとね左上あたりねある国っていう風になっておりまして、首都はねドーハっていった形になります。でですねマハド国際空港っていう空港がですね本拠地という風になっておりまして、カタールの国営の航空会社でカタールのねフラッグシップキャリアっていう風になります。でですねアライアンスに関しては JAL と一緒のねワンワールドに加盟しているっていった形になります。そんなねカタール航空なんですけども、今ねマイレージプログラムに新規登録する際にですねプロモーションコードっていうのをね入れていただくと5000マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。このプロモーションコードに関してなんですけども、ちょっとねこれに字幕出しておきますね、FLYQR21 ということで、こちらのプロモーションコードをね入れていただくとですね、もう会員登録するだけでですね5000マイルがもらえるっていう風になります。でですね先ほども言いました通りですね、この5000マイルはねもらえるわけなんですけども、5000マイルでですね特典航空券も発券することができないっていった形になっておりまして、最低のね特典航空券ね12,500マイルからっていう風になりますんで、このね5000マイルだけではですねちょっと利用することができないっていった形になります。でですね先ほど言いました通り、アコーホテルズのねポイントに4500ポイントで1000ポイントに交換することができるっていった形になりますんで、このアコーホテルのポイントはですね2000ポイントで40ユーロの、ね、宿泊料金に充当することができるっていった形になるんですよね。ですので冒頭にもねお話しした通りですね、今回ね5000マイルがもらえるわけなんですけども、この5000マイルでですね特典航空券も発券することができませんし、またねアコーホテルズのポイントには交換することができるんですけども、宿泊代金ねこちらのポイントを利用するっていうこともですね2000ポイントからというふうになりますんで、ちょっとね利用することができないっていった形になるんですよね。簡単に言えばですね、このキャンペーンでね5000マイルもらえますんで、アコーホテルポイントはね1000ポイントもらえるっていった形でね捉えておいていただければなと思います。ですのでアコーホテルにはですねメルキュールホテル銀座であったり、プルマン東京とかイビスホテルとかね、そういったホテルがねありますので、今後ですねこちらのホテルね利用される方はですね、今回ねキャンペーンで5000マイルもらってアコーホテルのポイント交換しといていただいてですね、今後ねアコーホテル利用する際にですねポイントをもうちょっと貯めていただいて2000ポイントにして、宿泊代金ね充当ねしていただければなと思います。本当にねどうしても必要ないっていう方はですね、今回のキャンペーンで5000マイルね作っていただいてですね、私にね5000マイル送っていただいてもですね何の問題もありますんで、それもね頭に入れといていただければなと
思います。冗談です。ということで実際にねキャンペーンねやっていきたいと思います。それはですねこちらの公式サイトね出てると思うんですけども、プリビレッジクラブへようこそ。まあカタール航空のねマイレージクラブはこういう名前のですねプリビレッジクラブっていう名前みたいですね。時間を節約しましょう。予約を行うために詳細を再入力必要はありません。60秒でアカウントを作成しますということで、キャンペーンの内容がねこちらに書いてありますよね。今すぐ入会すると5009マイルを贈呈ということで、プロモーションコードはFLYQR21、まあ、こちらをね入力していただくと5000マイルはね即時に獲得することができるっていった形になります。でですね、まあ、その下にですね利用方法等々もね記載があります。会員口座の登録は簡単ですということで、まあ、私はねカタール航空のマイレッジプログラムのアカウントをね保有しておりませんので、メールアドレスでね登録しましょうかね。でパスワードを入力、長さは8文字以上に設定してください。少なくとも文字、大文字、小文字、記号を含める必要があるっていう感じですね。じゃあこちらも入れていきましょう。それではねメールアドレスとパスワードを入れたらね、次にお客様の個人情報ですね、名前を入れていきましょう。打てないですねこれね。あ、打てましたね、打てました。1984年5月15日打てましたね。今の何だったんだろう。ちょっとここねあれかもしれないです、打ちづらいかもしれないですね。で入会のプロモーションコード、こちらも入ってますね。多分この私のね動画の概要欄の公式サイトからね飛んでいただけるとね多分自動で入るんじゃないですかね。でニュースレターの登録ということで、まあこちらねこちらはいいですね。はい。で下の方ですね、利用規約の同意と、私はロボットではありません。で今すぐ入会をしていただきます。でですね、次のページ行くとアカウントを有効化してくださいということで、メールアカウントにね、カタール航空からメールが来てるそうなんで、そちらを見に行きましょう。入ってますね、これかな。カタール航空入ってますね。あ、これでいいのかな。このオレンジのところね、押しましょう。あ、これでログインになりますね。ではメールアドレスと先ほど決めたパスワードね、ログインしてみましょう。そうするとね、ワンタイムパスワードのやつが来ますね。ワンタイムパスワード、私は E メールにしておきましょうかね。はい。で、コンティニュー。あ、そうするとね、ワンタイムパスワードをメールアドレスに来るみたいですね。これダメですね。ということで、このやつをね、そのまま、私の場合はね、メールで開いて、そのままメールのページに行くと、この画面でね、メール認証になっちゃいますんで、ちょっとね、これだと利用できないんで、ではね、さっきのメールのね、あのオレンジ部分のところをコピーして、サファリの方にね貼り付けしました。そしたらね、多分いけるんじゃないですかね。とりあえずログインしましょう。おー、来ましたね、来ました。はい、ということで、ヨータヒライ、ちゃんとできてますね。あ、マイルもね、5000マイル入ってますね。はい、これでね、5000マイル獲得っていった形になります。で下の方に行くとですね、プロフィールをね完成させてくださいっていうのがね出てますので、まあ、こちらね皆さんしといていただければなと思います。私もね今ちゃちゃっと入れたいと思います。それではですね、プロフィールの方に関してなんですけども、先ほどのサイトでね何回試してもね更新できなくて、結局完了することができませんでした。で MacBook の方でね今やり直したら、そのプロフィールの画面についてはですね、完了することができたんですよね。ちょっとね長すぎてメガネとかかけちゃったんですけど、ですのでプロフィールのね更新自体は PC からねやっていただきたいなと思います。何回スマホでやってもね本当にぐるぐる回っちゃってね、また元に戻って入力してくださいのずっと繰り返しで10分ぐらいねやってたんですけど全然できませんでしたので、まあそういった形でねプロフィール更新してください。でですね、今マイルをアコーホテルのポイントにね交換しようと、まあこちら公式サイト概要欄に出しておきますけども、まあこちら公式サイトにはですねマイダッシュボードページで、マイルに交換をクリックしてくださいっていうねホームページがあって、ここねログインしようとするとねサーバー混み合ってて入れませんって出るんですよね。これね今このキャンペーンがやってるんで、もしかしたらこのアコーホテルのポイントのね出口、まあ本来このカタール航空のマイルをもらえるこのキャンペーンはカタール航空のマイルとしてね使ってほしいと思うんですよね。ですんでもしかしたらこちらねルートを潰してきたのかもしれないんですよね。一応公式サイトね、概要欄に載せておきますので、もしね今回のこのキャンペーンで5000マイル獲得してアコーポイントにね交換されたい方はですね、こちらねちょっと私がね今日9月の今日は10日かな10日に
10日にね今やってるんですけども、ちょっと今アクセスできませんので、ちょっと申し訳ないんですけども、完了画面はねちょっと見せられませんけども、今後ねもしかしたらできるかもしれませんので、まあもしできたらですね、また私の動画のねコミュニティ欄とかでもね発信していきたいなと思いますので、ということなんで、ちょっとね完了画面までね見せられないのはね申し訳ない限りなんですけども、まあ今回ねこんな感じで動画ね終わりたいと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。